乃木坂463期生の中でも抜群の人気を誇り、選抜メンバーとして活躍する梅澤美波が5月号3月28日発売から with 講談社の専属モデルに決まった。170cmというグループ一の長身で、すらりと伸びた手足にトレードマークのロングヘアー、立っているだけで人目を引く華やかなスタイルの彼女は、ずっとモデルになることが憧れだったので今でも信じられないと話す。ファッションが大好きで、普段から雑誌もめちゃくちゃ読みます。まだ本当に私でいいのかなって実感がないんですけど、でもこの子が着てる服いつも可愛いって思ってもらえるくらい表現力をアップしたいです。5月号では毎回乃木坂46のメンバーが OL に扮してオフィスカジュアルコーデを着こなす乃木坂 OL プロジェクト3回目の登場に加えて、彼女自身の紹介ページも、メンバーとのオフショットや私服スナップなど素顔の梅澤さんを垣間見ることができる。都内のスタジオで行われた撮影では、選ぶのに困るほどたくさんの可愛い写真が撮れたものの、ページ内では紹介しきれなかったので、未公開カットもせっかくなので Wiz 公式サイト Wiz Online で紹介する。彼女を起用した理由について北原薫 Wiz 編集長は、3月号の乃木坂 OL プロジェクト企画で初めて撮影させていただき、梅澤さんの佇まい、服の着こなし方、表現力を目の当たりにして、いつか必ず20代 OL のアイコン的存在になる、と確信しました。アーティストとしてはすでに大きな成功を収めていますが、モデルとしても近い将来、大輪の花を咲かせると思いますと話す。持ち前のスタイルと華やかな雰囲気で OL の憧れの存在になるであろう、モデル梅澤美波の活躍にぜひ期待してほしい。